業オタク、マイピピです。はい、ということで今日は、Not Equal Me の新曲、マシュマロフロートのミュージックビデオがアップされたので、そちらのリアクションをしていきたいと思います。私のチャンネルでは、女子ドルを中心としたオタ語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、スタート。はい、ということで本日見ていくマシュマロフロートのミュージックビデオはこの動画の概要欄に URL を貼っておりますので、ぜひ皆さんも一緒に見ながら楽しんでいってください。あー、かわいい。ミレトン、フナちゃん、キラミちゃん、やば、どんどんかわいい。待って、早い、ちょっと待って、ゆっくり見させて。一人当たりの持続が2秒ぐらいなんだけど。かわいい。寝てるとこから始まるんや。嬉しい、このみんなのフォーカス動画が見れるところ。あら、かわいい。ミレタンが主人公ってこと？かわいい。どっちの服にしようかなって。かわいいな。だって最高じゃない？最強だよ。この歌詞好き。歌詞かわいい。かわいい。なにこれ？ミレタン踊ってみたじゃん、これ。で、周りでちゃんとみんながね、見てるのがね、好き。これまたゲームみたいな感じですか？かわいい。衣装もかわいいね。お上品。いや、ミレタンっぽい、確かに、衣装が。かわいい。振り付けもかわいいし。いやー、いいね。あら、これはどこですか？かわいい。こういうさ、ココアとかさ、なんか美味しそうなものさ、たまに出てくるよね。まあ、マシュマロとフロート自体が美味しそうなんやけど。かわいい。ノイミーちゃんとゲームの相性はなんでこんなにいいの？また寝てるとこから始まったけど、なになに？草原で寝てるの？え？どういう状況？どういう状況？かわいい。みんな飛んできたよ。着替えて着替えて、みたいな。ありがちなシチュエーション。ラブ&ベリーやん、これ。ラブ&ベリーやん。かわいい。あら。あれ？ななかさん。彼氏役的な感じですか？いいねー。やば。一人だけ衣装が違うのね。かわいい。もうさ、キュンキュンなのよ、このメロもいいし。もう盛り上がる、もう予想しか立たないっていうか。え、かわいい。ミレタン、声もかわいいよね。うー、マシュマロ。うわー、美しい。あ、お美しい。お美しいです。うわー、お美しい。ハイトーン組。あら、しおりん。いいな。どんな幸せ世界かよ。女王様になってるわ。ミレイちゃん。あー、かわいい。かわいい、かわいい、かわいい。めっちゃかわいい。ダンスがいい、これ。ほんと、踊ってみたらやりたくなるんじゃない？これ。いやー、いいね。もうさ、盛り上がるよね、こんなのライブで流れたら絶対。チークもかわいくない？ミレイちゃん。めっちゃピンクのチーク。さあ、これはまた、どこで踊ってるんでしょうか。チュルリー、チュルリー、かわいいな。いやん。本当にベレー帽が似合うのよ、ミレイちゃん。いやー、いいね。今日からよろしくって。うわー。最高だな。ちょっと全国のミレイちゃんファン生きてますか？最高。あ、なんて？遅れてごめんね、みたいな。かわいい。はい、ということで、ただいまマシュマロフロートを見ていったんですけれども、皆様いかがだったでしょうか？ミレイちゃんのセンター曲なんですかね。ミレイちゃんがもうずっとあのゲームの主人公ということで、MV になっていたんですけれども、可愛すぎますね。あの前回のウルトラレアキスでもミレイちゃん出てたと思うんですけど、このノイミーちゃんの楽曲とゲームの相性もいいっていうのはもちろんのこと、やっぱミレイちゃんとゲーム、なんでこんなに相性がいいんでしょうか？もうね、
わかんない。なんでだろう。でも可愛い。本当に可愛かった。で、ミレイちゃんは、声質も可愛らしいですし、見た目も、なんて言うんだろう。お姉さんっぽさもあるのに、こういう可愛らしい楽曲がすっごい似合うんですよね。それがまた、今回の曲でセンターっていうのが、まあ、納得ですし、もう本当に、ベレー帽も、やっぱミレイちゃんが似合うスタイリングっていうか、あれが。本当に可愛らしかったです。で、メンバーも、ミレイちゃんが主人公なんだけど、横でこう見てる状態が出てきたりとか、なんか、イコヨちゃんの背伸びインラブとか、あとなんだろう、シネマみたいな雰囲気、まあ、歌詞の内容はちょっとこうシネマ的なね、こうデートの前のなんか、もろもろ、なんか、気持ちとか、そういうのを歌ってると思うんですけど、MV の見せ方的にはね、こう、みんなの顔がこう切り取られてたりとか、あとでこう揃って歌うんだけど、センターだけ衣装が違うとか、そういうね、こだわりも見せていて、もう、すっごい可愛い曲でした。また今回もね、ライブで湧き散らかしそうな楽曲が一つ爆誕したなっていう感想でございます。もうメロ聞いた段階で、もうこんなのアイドル業界で、ライブで歌ったらもう絶対盛り上がるじゃんって思ってたんですよ。そしたら今度もまたこのゲーム調というか、やはりそれぞれのアイドルに何々らしさっていうのがね、あると思うんですけれども、ノイミーちゃんって新しいジャンルを開拓してるなっていう印象が私にとってはすごくありまして、で、それも王道ソングをしっかり歌うことも得意ですし、バラードも得意なのに、なんかこういう、なんて言うんだろう、超ポップな楽曲にすごく取り組んでいるイメージがあるので、今回もちょっとね、可愛らしくてポップで、で、ライブで本当に盛り上がって声出したいなっていう感じの曲がまたできたんだなって、すごい思いました。ちょっと今、ファーストリアクションで何を言うもまとまってなくて、ただ今ちょっと本当に思いついたインスピレーションでお話をしているんですけれども、もうとにかくミレイちゃんが可愛いこと可愛いこと。もうミレイちゃんね、ずっと可愛いんですけど、もう最近もう可愛さがやばいんですよ、本当に。もうどうしようっちゅうぐらい、私も最近本当にミレイちゃんのことばっかり見てしまっている自分がいるみたいな、状況だったんで、ここでセンターが来たことが本当に嬉しいでございます。ちゃんとそれぞれのメンバーが引き立つ場面があったので、もうこの MV も天才だなと思いました。はい、ということで今日はマシュマロフロートの MV リアクションしていきました。この動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。まゆぴぴでした。バイバーイ。